そーこれ赤コーラ投げさせろー。あー消えてる赤コーラあこれ負けた顔して負けた顔して、いやこれはさすがに勝ったわ、このこれはさすがに勝てるわ、アイテムもないしコインもないもん。というわけで2位だ大会だもん。いやマジか、2位の人たちは赤コーラたくさん投げるとかしてくんないかな。ないね。1位、ナイス。ほら他のやつ落としてやるぞ。危ねえ5位かな、6位だった。え6位、いやーマジかースターあったのに、正確にはミラクル8あったのに、連打して使おうと頑張ってたのに今チクショー。これマユミさんに負けたか、あれ抜いてる。いやもうこれは俺はここは選ばないと。これやな。おチクタッカー。いや正直今回のこの3つは俺はどれも割と好きなコース。あチクタクも。チクタクも。チクタクも結構好き。きつくない？いやぶっちゃけあの針の上とか通れないけど、でも割とね他はね走りやすい場所ばっかりだからチクタクは結構好きよ。いやー結構あの処理好きなんだけどな、めっちゃ差出るから。ああなるほどね。さあでも俺はここはカートとか使うんだったら必須でしょ、うん、カートとか使うんだったら必須です。うん、うん、なるほどな。スラムだとめっちゃ妥協しないといけないんだよな、ね、旗ほどそのなんていうんですか、この四輪だからその地面をつく、うん、地面をつく、うんあの部分の大差が空前と少ないじゃないですか。うん、うん、そうね。でそうなると妥協しないといけない。ああ、で空前はそう妥協しないといけないんだけど、パッチ先生はそこ妥協しなくていいんですよ、うん、おお。すげえ最速でいけるからめちゃくちゃ楽だなと思って、やっぱ違うんだねライブね。いやアイテム強くないマリムさん強い、キノさん赤さん持ってるからね裏に。じゃあ私抜けないんだよ。おー、スター引いた。え？どうなってんのこの前。とりあえず、滝抜けたいな、これ。ってことは、これスター、ん？キラー出てるよな。キラーじゃない。そんな出てるよ。え、マジでそんな早く出る？このアイテムが出るってことは出るよ。いやー、マジか。うわー、青コラ来とる。いやラッキー、フラクション引いたわ。マジマジ、まあ、サンダーで、いやサンダー来たか。いやでもアイテム前だし全然ありあり、私もアイテム前だし、むしろそこら辺をみんながショートカで抜けてこなかったって考えたら全然ありありがたい。これ強いんじゃないか、これ普通に強いぞ。あれクソフラクション使ったけど抜けられてたか、通信ラグ計算しなかったな。青コラもう一個飛んでた。マリムさんそしたら強いなそれ。うん強い。と私は確定で論旗を入れなきゃいけなくて、で先頭で論旗が入ってるからこれで追いついて。これ当てれっかな。あーマジで。マジで。これいけるっしょ。いけるっしょ。マジで当てる。それで俺がね、マジかよ。なんでそこで頭持ってんだよ。わし上位の方で待ってたから近畿の裏ここだったから。いやマジかよ。勝ったと思ったのに。わしに投げたのが悪いっすね。いやでも投げなきゃあれ終わってたの。いやー2勝3敗 か。いやこれはもうお任せにしとかないと。いやー、マジクッパシティとか絶対やめて。絶対勝てる気しないから、ほんと、そこ。いや、候補の中で一番まともだったのか知らなきゃいけないから。いやいやいや、マジお任せ当たってくれ。まあ、このまま、このままでしょ。でも今の危なかったら、ここまで引けなかったら完全に負けてたから。マジでね、赤コーラ、ゆめきさんが持ってたら、持ってなかったらね。ネオクッパシティのミラー。そきつくなったじゃねえか。
危なかった。いや、マジで勝てそうだったのな。いや、てかもう、心の中で勝ったって思ったからね。アクコーラそう、アクコーラって、ユミキさんが金でさ、抜けてったじゃん。いや、でも逆に金だったらいいタイミングでこれ当たるぞと思って。ちょうど切れるあたりで当たってくれるから復帰間に合わねえぞと思ったら赤コーラかいっていう。あれあの赤コーラぶん投げたのはいいけど、防御持ってなかったから出したーと思って防御持ってたらもう負けてたんで。そうね、ただその前に俺1個目アイテム別に今なんか使っててそれでああなっちゃったんだよね。だからちょっとついてなかったわ基本的に。ああ落ちた。バカ野郎、そういうケアレスミスは少なくしなきゃいけないというのに。いやーやっぱきついよここ。いやーなんでそんな被弾すんの。これ言ってるの。これは勝ちじゃないかな。これはさすがに勝ち筋が見えん。いや待ってくれ、被弾が多いんじゃ。いやなんでこんな被弾してんの。もう勝ち負けとかの前にっていうぐらいの。いやこれどう考えても見つけないんだよ。ユミキさんがサンダー食らって青コーラ食らって被弾その後さらにさせられたぐらいじゃないともう無理だぞ。考えたって譲って1位出て誰かサンダー使ってくれ。サンダー使え誰か。あっ赤くの。いやー来ねえかサンダー。いやーマジかよ。いやーマジかよ。くそ。うわー畜生。あ興奮じゃなかった。畜生。というわけでこの時点で4勝を取られてまったんで俺負け確定なんだけど、とりあえず7本勝負のもう1本はやっとこうか普通に。あそうですね、せっかくだしせめて3勝4敗にね持ってきたいね。ワリスの走りたいな。あじゃあワリスの選ぼう。俺もいや1レースで 5,6 回被弾するのが普通じゃねえのとか思っちゃうけど、みんな普通じゃないんでしょそれが。たまたま来るかなぐらいなんでしょその5回6回被弾するっていうのは。まあ毎回は来ないかな。被弾しても1回か2回ん3回とかかな。しても5回6回が結構当たり前に被弾するからさ。なんならこの前初代マリオカートの動画も出してたけどあれも自滅してるからさ。あれさ、うん、クッパの炎が一番嫌だよ、ね、うんわかる揺れてるやつ、ね、あのゆらゆら揺れながらさ。バナナアイテムと判定は同じなんでしたっけ。いやでもどうなんだろうわかんないな。ゆらゆら揺れているバナナみたいな感じ。いやでもあれさ、クッパの火の玉って設置アイテム出てきたらちょっと面白くない？またあれがもし出てきたら。あーなんか揺れてんの。そうそう左右にちょっと揺れてる。左右に揺れてんの。しかもちゃんと当たり判定もそれにちゃんと沿って動くみたいなね。嫌だなあれ。いや絶対受けいいと思うんだけどな。あとヨッシーの卵も設置アイテムでしばらくすると別のアイテムが生まれるみたいなのがあってもいいかもしれないなとか思っちゃった。あ確かに CPU がそうそう CPU がさ取れないから、うん、あの専用アイテムになってそうでその時にヨッシーはね卵を産んで妨害アイテム出してたけど、もしヨッシーの卵がマリカーのアイテムになったらさ、妨害アイテムとして当たってもらうのもよしで、もし妨害アイテムして役に立たない誰も当たんなかったら次の周回で自分が通るタイミングでなんか別のアイテム生まれるみたいなさ、そういうのがあってもいいんじゃないかなとかちょっと思っちゃった。んなこと言ってたら何お前バカなこと言ってんだぐらいな勢いで12位なんですけど、結構ハンドン強いコースなんですけどね。ダメだね今のところちょっとボコされたね。コイン0枚だっていうのがねもう何か起きたんだなっていうのが分かるよね。違うんですね。まあコインそもそも集められてもいないんだけどさ。いやーブーブランバカ野郎ブーブラン。
ゆめきさん1位か今のところ。いやークラクションある。いやークラクション当てに来やがった。スターか、スター、うーん、まあこの草地帯スターで抜けれるか。いやゆめきさんもラストアイテム取ってんもんな。あー、アイテム取れなかった、最悪。終わったー。もうせめて6位以上に上がりたいけどダメだな。よし、泣くな、これは。おや、5位だ。あ、うん、6位だ。ナンバーワンフィニッシュ。ナイス、ちくしょう。というわけで、普通にやったらこんな感じで負けてしまいました。残念。